NGC206 はアンドロメダ座の方向にあるアソシエーションである。地球からアンドロメダ銀河の中に見える最も明るい星団として知られる。NGC206 はアンドロメダ銀河内で最も明るく見えるだけでなく、局所銀河群の中で最も大きくて明るい星形成領域と見られる。NGC206 に含まれる構成の数は非常に多く、 V バンドの絶対等級がマイナス4等級かそれ以上に明るい星だけで180以上あるが、密度は金棒銀河の他の巨大星形成領域と比べるとかなり低く、まばらにしか星が誕生していないと考えられる。ハップルは NGC206 を星団に分類したが、天体の大きさからして、現在は OB 型アソシエーションに位置づけられる。 アンドロメダ銀河の中心から約 8.8kpc 離れた過剰腕の中の水素原子の少ない領域に位置しており、Hα 規線も星形成領域にしてはとても弱いことが分かっている。アソシエーション自体は2つの領域に分けることができると考えられる。年齢がおよそ1000万年で非領域を伴っている領域と年齢が4000万から5000万年で ケフェード変更性を含んでいる領域の二つで、生漢人体に隔てられていて、それぞれの領域が何百という O 型星、B 型星を含んでいる。ハーシェル宇宙望遠鏡の観測により、アソシエーションに含まれる分子雲は質量が太陽の72万倍、温度が18系統見積もられている。ありがとうございます。